チキンフライドステーキは牛肉に小麦粉の衣をまぶして揚げたアメリカ合衆国の料理であるカントリーフライドステーキとも呼ばれるアメリカ合衆国の南部料理である名称は作り方がフライドチキンに似ていることから来ておりチキンという語が入っているが鶏肉は使われない正確な起源は不明であるが19世紀のドイツあるいはオーストリアの移民が ウィンナー・シュニッツェルのレシピを持ち込んだと考えられている。テキサス州のラメサはチキンフライドステーキ発祥の地であると主張しており、毎年4月に祝賀行事を開催している。メアリー・ランドルフが1838年に出版したザ・バージニア・ハウスワイフにはチキンフライドステーキの作り方と似た格子肉の活ツのレシピが掲載されている。現在、 チキンフライドステーキとして知られているもののレシピは19世紀後半までに多くの地方の料理本に掲載された。オックスフォード英語辞典ではチキンフライドステーキが最初に書かれたのは1914年6月19日発行のコロラドスプリングスの新聞ザが Z に載ったレストランの広告であるとされる。1943年のアメリカの料理本に載っているシュニッツェルのレシピには 塩と胡椒のクリームグレービーについての記述がある。1988年、チキンフライステーキは、オクラホマ州の食事を構成する多くの人気ある、料理の一つとして公式にリストに追加された。小麦粉に、塩、胡椒、その他のスパイスを混ぜ、衣となる粉を準備する。小麦粉の代わりにコーンミールを使うレシピもある。牛肉の筋を切り、よく叩いて、薄く柔らかくする。 軽く粉を打ってから溶き卵につけ粉をまぶす厚い衣が好みなら同じ手順を繰り返す衣の状態が落ち着くまで20分程度置く鍋に食用油脂を入れフライドチキンと同じ容量で揚げる伝統的にはショートニングバターラードなどが用いられるが植物油でも構わない残った揚げ油で粉を入り付けてグレービーを作る牛乳や ビーフブロス、オニオンスープなどを加えて、適度に伸ばし調味する。皿に盛り付けて、グレービーをかける。付け合わせには、マッシュポテト、コーン、豆などの温野菜、コーンブレッド、ビスケットなどが用いられる。チキンフライドステーキとチッポトレクリームグレービー、テキサス州とその周辺では、一般的にチキンフライドステーキに、伝統的な胡椒の効いたミルクグレービーを添えて、 提供される。一部の地域的ではチキンフライドステーキはカントリーフライドステーキとして知られている。この名前の場合、牛肉のブイヨンがベースで玉ねぎ入りの茶色いグレービンソースを使用したバリエーションが一般的である。ありがとうございます。